たもあるし、イベントのリハもやったりしてて、もう寝る前に全て確認するって感じだから、もう今日も山中湖の確認をしてから寝ます。昨日は世界水泳の今日の確認して寝て、一昨日はリットチャームの確認して寝て、その前はライブのリハだったから確認して寝てっていう、もう一生 V を見てる、一生 V にお世話になっております。だからもうそのコンサート以外のその今日の世界水泳とかはもうやったらもうすぐ頭から抜かさないと。そう、明日はね配信もありますから。でも山中湖去年出た時にあの富士山が近いからか酸素がなんか薄く感じてめちゃめちゃ疲れちゃったので、今回はその教訓学んだので、しっかりと体力をこう持続できる感じでやりたいなと思ってます。そう、社服の日も山中湖のリハがあったので、それも振り覚えてとかいろいろやってましたね。そう、いつもよりあの全然息吸えなかったもん。だから気をつけます。しっかり水分補給して体力をあの最初からあのぶち上げて、楽しくなっちゃうとやっぱぶち上がっちゃうので、でも気をつけつつ楽しみたいなと思います。明日まーさんどっち側にいるんやろ。パッと見せ取りが今2曲しか思い出せてないんだけど明日なのに今上下もどっちもいるね。何から、あー真ん中、真ん中あたり、あ瀬戸利ここで見れるじゃん。言ってみますね。ちょっと瀬戸利いませんよ。真ん中あたり上手、うん上手、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 上手の方が多いね。上手の方が多かったです。曲数バレちゃったね。キャーやめてー最後ら辺はでもほぼ下手ですね。ずっとマリアの記憶とポジションが正しければ。ポジションいいのも神手かなー。難しいよ今回は。なんかちょっと珍しい曲をしたりするので、マリア先輩ほとんど後輩ちゃんじゃないの。そうなんですよ、私ももうなんか 2,3 番目ぐらいに先輩になる時期が来ましたね。今回の世界水泳は、今日のね世界水泳は私が一番年上でしたし。わっ、スージェーさんすごい、これ海限定、これ夏限定じゃない。クマタワーありがとうございます。ありがたいです。これで浮き輪とか買わせていただきます。水着を買いまして、今日メンバーと行こうって、あのプールに行こうって予定を立ててるので、あのまた買いましたね。あの2個買ったという話をしたと思うんですけど、あの上だけ買えて、今日の下いらなくて上だけ買いたくて上の買いました。で下は去年買ったので合わせるのが可愛いなと思ってて、
そう、真っ黒の水着を買ったんですよ去年。だからちょっと柄欲しくなっちゃって、ちょっと柄物の上を買って黒のスカートっぽい感じの水着です。行こうって言ってるメンバーともう写真を送り合って、今日はだからその夏っぽいものも買いましたよ。ほら扇風機も買いました。もう最近歩くだけで汗かくから、その引っ越してからこう駅までの距離がちょっと多くなったんですよ。前より引っ越す前よりちょっと歩く距離が長くなったので、もう歩くだけで汗やばくて、もう電車乗ってる時汗だく、もう汗たらたら流しながら乗ってるのがちょっと嫌だったので、今日の世界水泳集合前にパルコのフランフランに行ってまいりましたですし、ネイルをねずっと行こうと思ってて、葵ちゃんの卒業コンサートとか公演に向けて青色にしようと思ってたので、ずっとピンクとかしかしてなかったから、ネイル行こうと思っててでリハが入っちゃって行けなくて、いつものところが。でも今日探しに探しまくって、もいろんな場所で、もう当日でもいいから空いてる場所を探して、今回今日行けて、世界水泳前に行けまして、じゃーん、かわいい青色。右がシンプルめのこうフレンチっていうんだっけ、これフランチ、フレンチ、ちょっとキラキラしてるの、ここがキラキラしてて、ここに粒を乗せてます、オーロラので、右が、あ、左が、これマイク持つからちょっと左の方が派手にしようと思って、青と水色とシルバーのハートをこう散りばめてもらいました。マジで可愛くない？しかも今日の早送りの衣装にもぴったりで、マジで可愛い。ネイル変えると気分上がる？え、なんかちょっと嫌なことあっても、まあ私爪可愛いしって思います。なんか最近またまつげ伸びた気がする。今日まつげめっちゃ長くない？特にこっち側、こっちはちょっとそんななんだけど、こっちのまつげすごくない？なんか私こんなまつげ長かったです。そう、葵ちゃん色にしました。初恋バタフライセンターしたの？そう、今日初恋バタフライ披露してセンターしました。リハであれみたいな、私 D メロソロじゃねってなって、めっちゃ緊張したギリギリまでもうずっと練習してましたね。反対の手には何もしてないのはなんで？ここなんか左右で違うネイルとか流行ってるというかさ、やってる人が多いじゃないですか。で、私がこう見つけたデザインがこれだったので、なんか両方これだとちょっとゴテゴテすぎるかなと思って、左はシンプルにしました。あ、右でした。そう、ほら机の上、え、これソロじゃねみたいなってちょっとドキドキしたよね。そう、さよならクロールもして初めてかな、多分初めてやりました。明日ミクちゃんドラマやりますよ。お、明日なんですね、楽しみ。明日でも山中湖なのであれですね、リアタイはできないですけど見れたらいいね。さよならクロールできて嬉しかった。
水泳系持ってきたのね。そうだね、確かにバタフライもだって初恋バタフライは蝶々のことだけどさ、バタフライっていう泳ぎ方もあるもんね。今日の瀬戸り教えてください。今日の瀬戸りはメロンジュース、君好き、初恋バタフライ、さよならクロール、 B さん早送りです。夏だね、すごく夏です。とても夏な瀬戸りでした。えい、とても夏瀬戸りでしたね。なんか夏だからさ、夏の曲多いですよね、意外と HKT って。なんか夏曲多いなっていつも B さんとか早送りとか、メロンジュースも夏っぽいし、夏の前とかはちょっと春っぽいけど、夏の前で夏っぽいし、あとなんかいっぱいあるよね夏曲。波音のオルゴールとかね。イビサガール好き。あーいいね、わかる。夏祭り公園とかある？どうだろうか、わからないです。知らないです。NAB も夏曲より、確かにそのイメージある。今日ジェラピー発売だったけど、買った？ジェラピー系かな。買ってないです。パレオ、あーパレオも確かにいいよね。パレオ大好き。さや姉30歳ね。さや姉さん30歳なの？びっくり。あ、ピクミンとコラボしてましたね、ジェラピケ。確かにピクミン見たことないけど可愛いですよね。今日会場で特攻服着て熱中症なりかけた。確かに暑そう、あれ気をつけて。あ、そう、今日ネイルのとこの話しよう。今日いつもと違うとこ行ったって言ったじゃないですか。で、結構やっぱ緊張するのは初めてだから、もうずっと行ってるネイルの人はもう7回ぐらい行ってるからもう緊張しないんだけど、初めてだったからちょっと緊張して、もうめっちゃ猫かぶって「お願いします」って、あ、デザインこういうのにしたくてみたいな、お願いしますみたいな感じで言って、結構後半ぐらいに「あ、そういえば」みたいな「HKT48 の方ですよね」って言われて「えみたいな「はい」みたいな。なんか予約の名前で「あれめっちゃ見たことある」って思ったら「あの昔ちっちゃかった子ですよね」みたいに言われて、「大きくなりましたね」みたいな。なんか HKT のファンっていうわけではないけど、私が入った頃がすごいちっちゃかったから、そのちっちゃい頃を知ってるみたいな。で、名前見たことあると思ったらみたいな、ちっちゃかった子ですよねとか言われて、めっちゃ大きくなってるみたいな言われました。親戚のおばさんと話すような内容を、あ、大きくなりましたって言って、まだやられてるんですかとか言って、あ、そうですね、まだやってますねみたいな、じゃあ結構長いですよねとかいう話をしました。でもなんかその、めちゃめちゃファンの方ってわけじゃなかったから、なんかちょっとなんだろう、なんかびっくりした。そのファンの方だったらさ、もういっぱい話せるじゃん、 HKT のことについて。でもその昔のちっちゃいマリアを見たことがあるみたいな、記憶に残ってるって感じだったから、なんかバレたけど、
何も話さない、話せないみたいな。ちょっと気まずかったね。でもめちゃめちゃ上手な方だったから、また行きたいなと思うから。ちょっと行くとき今日すっぴんで行っちゃったから、ちゃんとメイクしていきたいね、今度は。可愛い顔で行きたいなと思う。びっくりしちゃった。なんかそういう知り方もあるんだマリアと思って。マリア1年で身長150なんか変わってない、変わってないね、伸びないですね。もう止まってしまった。160まで行きたかった。すっぴんだとバレたくない。いや別に全然大丈夫なんだけど、せっかくなんか知ってる人に会うならさ、メイクしてた方がさ良くないかなと思って。おそらく止まっちゃった。いや、アイナちゃん、アイナちゃんも夏のクマタワーいただきました。ありがとうございます。新しい足可愛かった。やった。そう、160行きたかったな。こんな伸びたなら悔しいね。ちょっと悔しい。でも久々にその生誕の時、生誕のグッズでそのハートの独占権の衣装を着た時に、なんか若干スカート短く感じたもんね。あれって元から短いけど、なんかさらに短く感じましたもん、ハートの独占権の衣装を着た時。だから身長伸びたんだなと。アーシャの衣装は新衣装です。コンサートでお披露目かな、どうかな。マーサー目玉焼きにはケチャップ、マーサー目玉焼きには塩コショウかお醤油です。目玉焼きにはケチャップじゃなかったです。ピンクブルーイエローどれが好き。私は黄色が好きです。黄色かピンクが好き。コンサート楽しみだね。とんかつにはソースです。お醤油じゃありません。ティフ出演、イクノとユイナもやね。ねえ楽しみですね。マリアもさ、あの外のそのホットステージは2015年ぶりなのかな。次のティフはさ、ちょっと小さめの外ステージだったもんね。マリアたちはなんか若い頃出たやつだから、最近室内とかだったから、久々の2015年ぶりのホットステージかもしれない、野外の。やば、やばやば、エモ、めっちゃ目が痛い。エモエモですね。超久々に見たらマリアちゃんこんなに大人になってた。そうですよ、あと2ヶ月で20歳になります。イエーイ、20歳です。どちらだって、マリアあの時まだ11歳でしたよ。なんか目がめっちゃ痛い。11歳だし、なんか歯抜けた直後でしたよね。マリアあれ以来なんかめっちゃ目痛い。あれが最後の歯だったのかな、抜けたの。
あれが最後の歯だったのかも。あれ以来抜けてない気がする。コンタクト外したい。外さないけどね。生誕可愛かったでしょ。福丸がいるんですよ。気づきました？ T シャツは福丸と、昔のマリアがピースしてて、今のマリアがゼロしてて、二十歳って作ってるんです。で、タオルはおニューの服を着たマリアがローマ字でマリアって作ってます。すごいでしょ。結構さ、なんかでもちょっとおもろいよね、昔のマリア。なんかちょっと決めてるよね。こう見ながらさ、なんか昔の自分をね、こうまたいっぱい見たわけですよ。そしてやっぱさ、昔のマリアね、美女がいいですね。なんか全部漏れてます。これとか好き。砂浜で騒いでるマリアですね、これ。あ、そう、これです。これを使ってます。生誕では、生誕のやつはめっちゃ決めてる。なんか片方でピースしてる写真をこう見つけるためにフォルダ、昔のフォルダ開いたんだけど、昔からこのピースだったから、こう220歳になっちゃうんですよ。だからこの片方でピースしてるのを見つけたのもほぼこれだったから、そう、なんかちょっとギャルっぽくなりました。全部こうだった。あとはもうずっとこれ。今でもこんなしないよ。めちゃめちゃキメキメだよね。今日ラジオ収録やったよね。マリア参加してないですね。世界戦やったんで。めっちゃあくび出る。かゆい、ポリポリ。前髪のさ、縮毛矯正をしたからさ、今日汗かいたけど、あの無事うねらないで済みました。すごい、やってよかった。コンサートに向けてやったんだけど、でそういえばよくよく考えたら夏指もいっぱいあるから、やってよかったと思った。今夏っぽいセリフ選手権やろうぜってどういうこと。目がおかしい。コンタクトが乾いてきた。福丸はね、どこだろうか。今日は仕事でマダイの漬け丼を作って商品にして。美味しそう。それ髪染めたいと思ったことありますか？今は黒でいいかなと思うけど、成人式とか終わったら髪とかバッサリ切って染めたいなとか思う。で今はまだ全然黒がいい。私かき氷こっちの味頼むから君はこっち頼んで半分こしよう的な。めちゃめちゃ詳しく書いてくれてる。
一人称私に変えるってありますか？え、でも私っていうこともある。結構なんか半々は嘘だけど、最近私っていう割合も多くなりました。ずっと気になってるけど、マリアの左側にある赤と白のもの、これはティッシュケースです。クマちゃんの顔です。ほら、のお花が見えてたんだね。ちょっとじゃあ写しとこう、クマちゃん。リットちゃんミーティング MC で言ってたけど、マリアダンス未経験やったん？入る直前ぐらいにダンス習ったから、もうほぼ何もしてない、未経験。若干なんかリズムの取り方を教えてもらったぐらい、だからなんかリットチャーム入った時にマジで後悔したもん。めっちゃちっちゃい頃からダンス習っとけばよかったって。そう、ほぼ未経験みたいな感じでした。あくびしながら喋った。なんか今日さ、配信じゃない、世界水泳のステージ終わってもめっちゃ外が明るかったの。だからでも、あの、日付感覚もないけど時間感覚もないから、まだ15時ぐらいかと思ったら19時でびっくりした。あれ19時ってなった。4時間もずれてた。なんだって15時とかまだメイクしてたのに。この前公園見に行きました、だってありがとうございます。なんか最近さ、もう外が明るいからさ、19時とかなっても本当にね、時間感覚が狂いますね。今日は結構早くに起きてネイル行って、天神でお買い物してとか、結構自分の中で予定を詰めてたのにもかかわらず15時だと思ってたもん、イベントが終わった後。15時って3時？ 3時なのに19時だった。17時じゃん。うん、15時ぐらいだと思ってた。あ、そうなんだ。服はあそこに入ってるの？よっこいしょ。かわいい、チポの袋に入ってる。ビクともしてないよ。こんばんは、福丸くん。よっこいしょ。でかっ。こんなでかかったですか？これ何も見えないね。やな、いっちゃうの？でかいでしょ。この前制服4人とも猫飼ってる。確かに福丸くんは今日マリアがお買い物してきた紙袋に入ってました。さっき、いや、行っちゃった。あら、さっきちょっとお尻が汚れてたので洗ったから濡れてる。大きいでしょ福丸、本当にでっかくなった。かわいいね、かわいい、可愛かったです。
すごく可愛い。やばい、リングライトが点滅し始めたぞ。明日早起きどうですかね。福丸がさ、このすっごいちっちゃいね、ほんとこんなぐらいちっちゃい、私の顔すら入んないぐらいのこのちっちゃい箱の中に入ろうとしてて、もう太まる太っちゃったから、まあ、上半身すら入ってないのになんか挑戦しようとしてて可愛かったで諦めてた。よ、4本の足が入んないの、3本までは限界だった。絶対入んないでしょって書いて、泣いちゃったうーって泣いた。全く入んなかったね。頑張ろうとしてたよね。でも含まるね、明日は配信で見るよだって嬉しい。マインクラフト配信めっちゃ面白かった。そうだね、やったね、マイクラ配信楽しかった。あれ、あのあとまだ全然もうマイクラ開けてなくて、最近早く建築をしたい。今あの普通に建築でなんかリゾートみたいなの作ってて、崖の中にマンションみたいなの作ってるので早く完成させたい。一晩海の上で過ごしたのウケる、確かに。てかあの狩野英孝さんがあの新しいマイクラ出してたから早く見たい。いまいち何が目的か分からなかった。マイクラはさ、マイクラ知らない方だとさ何していいか分かんないもんね。あれ見てもね、意外とマイクラあれなんですよ、奥が深いんですよ。あの木集めて家作るだけとかじゃなくて、ちゃんといっぱいあるんですやることが。で前たちその初心者の子だったから、初心者だったから全然あのもう最初の最初の方、これなんか私見失って、これ名前呼べてないけどさ、これなんか浮き輪みたいな、これ白鳥みたいなやつ、これ どなたが送ってくれたんだろう。クマさんの横にいるの、私これ名前呼び忘れちゃった。私が投げたよーって方、この白鳥、白鳥の浮き輪みたいな、それもアイナさんかな。本当にやん、ありがとうね、たくさんアイナさんありがとう。優しい、みんなみんな書いてくれて、靴ずれが痛い。今日普段履いてるスニーカーで靴ずれしました。今日めっちゃ歩いたんですよ。もう合計50分ぐらい歩いたんじゃない？ 50 分はそんなだね。なんかいつもよりかかとなんか短めの靴下履いてて、まあ、意外となんかくるぶし隠れるぐらいまでの靴下よく履くんだけど、くるぶしも隠れないぐらいの短い靴下を履いてたから、いつも当たってたけど靴下のおかげで靴ずれしてなかったのが、ちょうどなんかいい感じに当たっちゃったのかなと思ったかな。
めっちゃ痛いもんね。クスすれってさ、なんかそんなさ大きい怪我じゃないのにさ、めっちゃ痛くない？しみるし痛いよね。クスすれが一番嫌い。今日はだって水着、あのチコで買ったんですよ、水着を。でフランフランも、この扇風機を買いにフランフランも行って、一回フランフラン行ったので、あの扇風機があったんだけど、どうしようと思って、ネットで買った方が安いんじゃないかと思って一旦パルコを通り過ぎまして、こうチコの水着を見に行ったので、水着も上下セットじゃん普通、下いらないなみたいな、下の水着あるかいらないなと思って、え、どうしようってなって、一旦メイク道具買いに、あのロフトに行ったんです。ミーナ天神のロフトを回ってる間にね、いや一旦パルコのフランフラン、やっぱフランフラン行くか。なんか調べたところ、こちらがあのこうなりますという、こうあのリュックとかバッグのもここのかけれる場所に挟めますみたいな、めっちゃいいやんってなって、これを買いにまたパルコに戻ったの。これを買った間に、水着試着できるか聞いてみるかと思って、ソラリアプラザにまた移動しましてソラリアプラザで、これ試着できますかって、できますよって言われて、その後もこれ上だけとかって買えます？って言ったら、お、買えますよって言われて、まあ、上だけ買って、それでもちょっと時間が余ってて、あのトートバッグが欲しくて、ちっちゃめのなんかメイク用品だけ入れるトートバッグを買いたくて、いろんな雑貨屋さん回ってから世界水泳のボートレース場に行ったので、めっちゃ歩いてます。これ充電式です。これなっちゃんが使っててめっちゃ良くて、私も扇風機欲しいと思った。あのなっちゃんとリコちゃんとご飯行ったんですよ、ちょっと前に。あ、3段階になります。もう強風だとこんな感じ、あの前髪固めてるから動かないんだけど、横毛とかほら、この横毛がこうやってこんぐらい、あの直角より190度より上上がるぐらいには風強いです。暑いからね最近。なっちゃんとリコちゃんとねご飯行った時はね、あのね普通にお昼ご飯食べに行ってから、かき氷も食べに行ったんですよ。でプリクラも撮って、であのみんなで去年のサマステを見返しました。マジあれ、このイベントが一番楽しかったよねみたいな感じで喋って、去年のサマステをみんなで見返して、そう楽しかったね。久々になっちゃんに会って、本当にゆきちゃんの卒業公演ぶりかな、半年ぶりぐらいに会いました。なっちゃんには、こう今出産終えて0歳5月のお母さんしてて、へえおめでとう。公演に行けてないので子供が大きくなったら一緒に来ますねって、まあ待ってます。ピナさやまるには、え、卒業してから会えてないね。でも LINE はねよくしてます。まるちゃんとはあのイコノイジョイフェスの配信一緒に見ようって言ってたし、言ってたり、ピナちゃんにも会うあの予定は立ててますね。一緒に遊びに行く予定立ててます。最近あのリハでハルタンさんにも会えてるので、コンサートのリハでもうなんかすごい嬉しいし、今度またリコちゃんとか、そのリコちゃんの MC で言ったさ、あの帰り道オナジーズと一緒に、帰り道オナジーズのメンバーで集まろうっていう予定も立ててて、小田ちゃんが卒業しちゃう前に
帰り道オナジーズで集まろうって、まあマリアも引っ越して帰り道オナジーズ卒業したんですけど、あの私も入れてくれるみたいで帰り道オナジーズでちょっとまた集まろうやっていう話もしてて、ハルタンさんは振付先生ですか？ハルタンさんが振り付けした曲もありますよ。曲っていうか2-8 ぐらいだけど、とある曲でハルタンさんが振り付けた1-8してるので、昼公演かな、探してみてください。帰り道オナジーズでゆきちゃんはね東京行っちゃったから、ちょっとリモートかな、ゆきちゃんはそう、小田ちゃん卒業する前に集まろうっていう話もしてて、楽しみなこといっぱいですね。充実しております。そうなんです、ゆきちゃん東京行っちゃったんですよ。そうなの、なおちゃんともこの前 LINE したし、会えたらいいねっていう。でもまだハルタンさんが本当にリハにハルタンさんがいるだけでも本当に幸せ幸せとか言ってもう毎リハおはようございますと同時にもうギューしてましたね。そう、そのちゃんもそう、事務所決まったみたいだ。そう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 、それも兼ねてねご飯行きたいねっていう話をしました。ディットの最後にリコピ来るかと思ったんだけど、でもリコちゃんさ木曜日とか金曜日はあの朝早いお仕事があるじゃないですか。だからもう寝てくださいって。ミッドジャム楽しかったね。一昨日だっけ？昨日か。昨日ですね。なんかほん一番あっという間だった。なんかテンポアップダンスバトルって言った時に、あれ？さっき MC したよねって思ったもん。なんかあっという間すぎて終わるのが。ハーバーチューの MV って最近の気がしたけど意外と経ってたのね。そうだよね、3、4年前だもんね。3年前ぐらいの MV じゃない？意外とね、髪短かったもん、マリアだって。今週は聞かないとマリアちゃんかな？どうですか？そうです、マリアちゃんです。聞いてください、ぜひ。スタンディング今の劇場で初めてだね。そうだね、なんかすごかった。なんかみんなが立ったらこう一番最前の人と目が合うぐらいの距離、めっちゃ近くてびっくりした。座ってるより立ってる方がめっちゃ近くに感じました、ファンの方が。なんかでもさ、いつもさ緊張してたんだよな、リットって。なんか3、4年してるって言われてたけどさ、花ちゃんの楽屋で喋ってたんだけど、3、4年してる割にいつも緊張するねこの公演、なんでだろうって思った時にさ、いつもやっぱ久々だったからかな。いつも久々になったじゃないですか公演って。なんか3ヶ月会いたいとか、なんなら半年会いたいとかしたのかな、わかんないけど。だからなんかいつも緊張したねみたいな感じで話しました、花ちゃんと。久々なことが多かったもんね。
そう、毎週とかさするわけじゃない、本当に。だっていつも1ヶ月とか3ヶ月とか会うからさ、リットちゃんの前日もうめっちゃ定点見返すもん。それももう終わりなのかと思うと寂しいね。早く昨日の定点が欲しいですね。なんかリットンとリットをやるとき、最近は綺麗に踊るのもなんかちょっと頭の中に入れてたんだけども、昨日は出し切ろうと思っても汚くてもいいから、ちょっとダメだけど、ダメだけどね、ダメだけど、もうがむしゃらに踊ろうと思って、もう全てここで出し切ろうと思って踊ったから、そういつもよりなんかがむしゃらに踊りましたね昨日は。やっぱり T2 なくなったら寂しいね。なんか錬金コールありでやりたかったもんね。錬金コールあり聞きたかったなって思います。衣装もさ可愛いの作ってもらったけど全然できなかったからさ、やりたいなと思うけど T2 さ少ないよね。もうちょっとしかいないんじゃない？錬金の声出しコール聞いたことないですよ。ね、短かったね。ひまわり組で錬金やってほしい。確かに錬金の衣装まだ衣装部に眠ってる？どうなんだろう、衣装部屋か、衣装部屋に眠ってそうじゃない？やりたいですね、またね。パチャドラもういいんじゃないって、ダメでしょファンの人が言っちゃファンの人が言っちゃダメよ、パチャドラも楽しいですからね。衣装がさもったいないもんね。いつかできたらいいけどね。でもさなんか今考えるとさ、鉄のとかやさ制服の目とかさやってるのなんかちょっとびっくりするもん。シアターの女神とかもしてたじゃないですか。最終ベル声もしてたし、なんか不思議な感じする。ここてんのコール難しいんだが頑張って。みんなさあれだよ、リボンなんて似合わないのさ、1サビ前と2サビ前レッツゴーって言ってくださいって頼んだのにさ5人ぐらいしか言ってないからね、寂しい。あれ
何も変わらない私だったのに。レッツゴー、ここ1サビと2サビレッツゴーってみんなに言ってほしいのよ。なんか言ってる方もちょっと恥ずかしそうに言ってるもん。レッツゴー言ってください、ぜひ皆様。最近さ、フェブラリーで3のがハイはさ、なんか増えてきたけどさ、レッツゴーはまだ少ないですね。ぜひ次来る方はレッツゴーも頭の中に入れといてください。レディオネームのウェーブ難しい、確かに。で意外と客席から見たらさ綺麗に見えますよ。あの大サビ前はレッツゴーはないです。1サビと2サビだけ。ワーオも行った方がいいね、本当やってほしいんですけどね。恥ずかしいんだよねあれね、ワオっていうのは恥ずかしいのよ。なんかたまにさちょっと高い声が、思ったより高いワオが出ちゃったりするとさ、もう本当に恥ずかしいです。みたいなのが出ちゃった時はもうやばい、思ったより高い声出た、恥ずかしいとか思って振り間違ったりしちゃう。そう、ジャンプしてわーって言ってるからさ、やっぱいつも違う声出るのよ。安定しないのよ声が。この話もうしてたらごめんだけど、あれか推しの子店は入れた？あの17日までらしくて、もう予定が合わなくて、ひずりとりのりのりと行こうって言ってたんだけど、そう行けなかったので、今日ひずりとりのりのりが行ってて、行きたかったーってなりました。ジッパーする予定ある？今のとこはないですね。したかったね、推しの子展。まーさんここまで14演目してるのすごくない？そんなしてる？シアター最終ベル、リセット、制服の目、鉄な、パジャドラ、錬金、ここ展、目撃者、リット、R？止まった。あとなんだ？あ、七色。グリーンと七色。あと一個。だグリーンと七色で今二個。ただ声。すごい。覚えたねよくマリア。えらいえらい。グリーンとレインボーって瀬戸に違いますからね。いや、ただ恋もあったね。ただ恋好きだったね。オンリーズデーとかさ、ビンゴとか、制服が呪文するとかさ、軽蔑とか、なんか昔の AKB っていう感じの曲がいっぱいあってさ、楽しかったね。今の状態でただ恋したいかも。
なんかちょっと子供だったからさ、ただ恋した時って。全部覚えてるの、覚えてないんじゃないかな。でもなんか振り返り見たら、あーって思い出、すぐ思い出せるはするけど、なんかなんとなく覚えてるかなって感じ。立ち位置とかも入って覚えれてないね。あとあれでしたね、マリアのガーター公演出れたら、マリアが入ってからの公演は周囲が出れてました。今ならもうガーター公演できる年齢なんで、はい、もう大人になったんで。あれもしてないか、なんていう名前だっけあれ。研究生が、動き生がしてた公園、てかまあ今思ったんだけどさ、なんか披露してない曲いっぱいあるなと思って。マリアのパーティーが始まる横への前半曲全部できるんですよ。2期生さんのやつでリハだけ入ってたから、朝ノーパラだ。パーティーが始まる横への前半曲はもう出れます。あの皆さんには披露してないので、初披露がレッスン場だったんですけど出れるし、一期生さんとかだとスカートヒヤリとかも披露、あのファンの前では披露したことないけど、ファンの方の前ではあの やったことあるんですよ、レッスン上で初披露。あと君と虹と太陽とかもレッスン上で初披露しまして。そう、そういうのが多いんですよ私。こうリハの案内に出させて、あの選んでもらうことが多くて、一期生さんと二期生さんの。だからあのあれとかできたら嬉しかったもん。リアマイティーチャーとか好きだったから、リハだけだったけど、あの披露できて嬉しかった。パーティーはやったことあるね、4周年で。前座ガールしてたっけ、ね、ロマンスかくれんぼしてましたと、ごめんねジュエルのバックダンサーもしてました。ね、いつか披露できたらいいね、マリアが披露してない覚えた曲たちを。さよならクロールとかもおそらくだけど、沖縄で総選挙やる予定だった時に瀬戸に入ってて覚えた気がするの。でもそのライブできなくなっちゃったから今日が初披露になりましたけど、5年5、6年越しのさよならクロール初披露でした。マリア手間でもそんな誰となんやろ、マリア花ちゃんか言えるとしたいですね。マリアってコンサートのみかな、お披露目でやった以来やったことないです。マリアやりたい、マリアマリアって。卒業公演とかでマリアしようかな、じゃあ。いつかの私の、いつになるかわからない私の卒業公演でマリアやろうかな。
3人しか出れなくて草。じゃあ16人でマリアします。すごいよねマリアってさ、名前の曲があるのすごいよね。ドラにでやるか。やばもう11時過ぎてた。11時までと思ってたのに。今からねリハ分を見て筋トレもして寝たいと思います。生身タイムスタート。明日ビビアンに会えるかな。山中湖会えたらいいな。マンチク、ひかりちゃん、トラウト、銀ちゃん、たくまバシバシ、せいや、れに、やすし、もえか、じょうみん、うちてつ、かけるる、うた、よっしー、あの山、みちろう、しん、ぽん、えりかちゃん、終了。13位リリちゃん、12位ジョービンさん、11位マリンさん、10位カツラさん、9位アギルさん、8位ポンさん、7位トウキさん、6位アスカさん、5位博多の山さん。博多の山さんだった。4位にしけんさん、3位ひかりちゃん、2位スージェーさん、1位アイナちゃん。おめでとうございます。ありがとうございました。明日は山中湖、来れない方は配信があるのでぜひ見てください。ということでおやすみなさーい。またねー。